こんにちは。株式会社 REKE の島田です。今回の動画ではですね、ちょっとこれ普通のモニターに映したものとちょっと違うんですけどね、人も企業も弱みを改善するのは時間の無駄だということについてね、ちょっとお話をしていきたいと思います。最近ちょっとね、いろいろ感じることがございまして、我々日本人というのはですね、その文化性とか種族としての特徴か、なんかよくわかりませんけど、なんかこう、悪い点を良くしていこうというこの努力に、時間を使う国民じゃないかなとか、自分でも思うわけですね。学校の先生も親も、とにかく悪いところを指摘して、そこを改善するようにどんどん指導します。正直、大体ね、悪い点をこういろいろ指摘されて、ああしなさい、こうしなさいって言われても、我々正直モチベーションってあんまり上がりませんよね。せいぜい、マスト、やらなきゃならない程度の気持ちだって、決して want to do、 やりたいとは思わないですね。これ企業も全く同じだと思うんです。社員もとか、部門もですね、ご自分の課題とか問題点を指摘して、改善しようとしたり、企業の問題解決のエネルギーをどうしても使いがち。例えば中小企業診断士の方がその会社の問題点を指摘して、改善の具体策を出しますね。悪い点を良くした方がいいですよ。理屈はわかる。しかし、それでは、ここに書いてますが、飛び抜けるエネルギーや大胆な発想はやっぱり出てこないですね。この前、テレビで、林先生の初耳学というテレビでね、USJ の復活の立役者と言われる、で知られるマーケッターの森岡さんという方が出てました。で、彼も、言っておったんですけども、改めてね、この弱み克服にエネルギーを費やすことがいかに理にかなってないかということをね、ちょっと再認識させられたんですね。さあ、で、まず第一番目はですね、多くのですね、企業というのは、やっぱりどうしてもバランスを求める傾向に、ありますよね。で、バランスを意識するとどうしてもですね、強みを伸ばすよりも弱みを改善に向かいがちなわけですね。でも実際ですね、バランスの良い企業って一体何なんでしょう。簡単に言うと、全ての商品や部門においてね、全部優秀な企業というのは当然存在しないし、全事業部が最大利益を出すような怪物企業というのはあんまり存在はしませんよね。どの企業にも、優秀企業にも、得意部門と不得意部門というのはどうしてもある。アメリカの GE とか東芝が企業分割するというニュースがね、流れました。特に GE においては、あれだけトップ分野、もしくはナンバーツー分野しかしないと、言っていたにもかかわらず、やっぱり時代の流れというんでしょうか。やっぱりああいう儲かる複合企業のモデルみたいに言われた企業が、投資家から見ると、やっぱりコングロマリットディスカウントと映るんでしょうし。やっぱり人も企業もね、バランスのいい、お行儀の良いことを目指すと魅力がなくなるなと。人間もそうですよね。本当に、お行儀の良い、いい子ちゃん、正直魅力ないですよ。ね。で、バランスがですね、仮に悪くても、ね、ここがすごい、際立った方が、やっぱり FCC、いわゆるファーストコールカンパニー、最初にお声のかかる企業になっていくということですね。だからそういう、企業とか人材こそ、やっぱり今後の不況期の、ね、生き残る条件だろうなというところですね。2番目、弱み改善はですね、どんなに頑張っても、普通になるぐらいですね。問題点普通になるぐらい。普通のレベルって正直誰も見向きもしませんよね。もともと何かの理由で弱みになっているんです。多分ですね、苦手なんです。ね。苦手なことに時間を割いて、結果を少しだけ、良くなる程度。そんなレベルでしょう。で、この弱み改善の発想は、我々日本人に根付いている、どうしても受験が影響してるんじゃないかなと思いますね。今でこそね、得意科目、得意な科目を伸ばすと、いうふうに言われてますけども、我々の世代というのは、共通一次という世代なんですね。で、あとセンター試験、がありましたよね。で、極端に悪い科目があると志望校に行けない、特に国公立の場合は。そうすると、苦手科目克服ということをどうしても意識しますよね。で、とにかく全体的にいい点数を取るとか、学校も親もそれを推奨する歴史を繰り返してきたわけです。正直私自身もコンサルタントをね、36年ぐらい今やってますけども、やっぱり増えてる分野っていっぱいあるんですね。で、36年ぐらいだと最低限のその知識というのはある程度わかりますけど、ですけど、やっぱその分野の専門コンサルタントをすると当然見ようとするわけですね。しかし、SWOT 分析であるとか、
経営計画書、それから経営職の可視化と、こういう分野、まあこれ私得意分野ですから、ここについては、まあ、いろんな方と比較してもですね、まあかなり差別化できてるんじゃなかろうかなと、まあ思うわけですね。ですから、どんなに頑張っても弱みは普通にしかならないんだ。その時間を強みの方をさらに伸ばし、圧倒的な日本一を目指すこっちの方が得策ではないのかなと考えているわけですね。で、提案です。3番目。とにかく時間のかかる弱み改善、一旦捨てませんかと。まずね。もう弱み克服というのは時間もかかるし、どんなに頑張っても普通しかならないってことを先ほど言いました。それにですね、人間もですね、40歳を超えると、性格も行動も思考も、まあ、よほどのことがない限り変わりませんよね。自己啓発系の研修がやるのがあって、自己変革を目指すものがあります。まあ、催眠術とか変な洗脳しない限り、研修を受けたぐらいで意識改革、これはなかなか難しいの現実です。最近の私の相当分析でもですね、正直ね、強み、機会とその掛け合わせである積極戦略、これのみに深掘りしてね、時間を割くというケースが増えています。これは、まあ、簡単に言いますとね、企業の弱みとか部門の弱み、個人の弱み、脅威、こういうのはわざわざ我々コンサルタントが指摘しなくても、その本人たちが重々承知してるんじゃないでしょうかというですね。だから、ある意味弱み改善の時間を捨てるぐらいの、まあ、意識、持ってもいいのかなと思いますね。まあ、そこでもまだね、やっぱりバランスを求めるという経営者います。で、経営者はですね、やっぱりどっちともと良い点も取りたい、マイナス点も取りたいというどっちも取ろうという欲です、これ、主欲。で、経営者が優柔不断だとですね、従業員もやっぱり弱み改善をしなきゃならないっていうふりをするんです。時間取られるんですね。そして結局ね、強み強化の時間もほどほどと、行動もほどほどと。結果、バランスを求める経営っていうのは、絶対強みが伸ばない。中途半端な結果になるということじゃないでしょうかね。ですから、まあ、そんなね、弱み改善の時間とかエネルギーがあるんだったら、全時間を強み強化に使う。これの方が理屈にかなっていると思いませんと私は思うわけですよ。ですから、私どもが行っているね、SWOT分析コンサルティングというのはまさにその強みを徹底して伸ばすために、のノウハウだということなんですね。ですからまあコンサルタントもですね、それから会計事務所もバランス経営の提案から強みに偏った経営の提案にした方が、ここからこのね、コロナ不況においてはね、いいんじゃなかろうかなと今気がいたします。こういうまあ、ね、弱みをね、改善するという時間のとにも強みをね、やっていきましょうとお話でございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい。では今回は以上です。